中丸雛子です北見熊之介ですこの度徳間ジャパンから北見熊之介中丸雛子で東飛行というあの CD でデビューいたしましたどうぞよろしくお願いいたします俺ちょっとあのちょっと色のあって顔出せないからよろしくあのー、実は内縁の音なんです <laughs> ごめんなさい本当に食ってばっかり言ってごめんなさいあのー 最初お金があったんですけど本当にお金なくなっちゃったそれであの今回この CD であんたもなんか言いなさいよほぼ先祖が残してくれたものみんな使い果たしましたこの女のおかげでそれだけあの私に魅力があったということなんですけど大好物です 私はあのそろそろ飽きてるんですけどお金があとちょっとだけあるからなんとかやっていこうかなと思ってます歌の仕事ないときは <laughs> クラブで勤めてるんだよね言わないでよそれ<こ>私歌手でしょごめんなさい私歌手ですあ,あたまにあの塾上パブでああの錦糸町の塾上パブケセランパスランで働いてます <laughs> よろしくお願いします <laughs> 今回内縁の夫っていうの 争すことになってお客が逃げると思うんだけど、それでも私 CD が売れたいんで今回頑張ってデビューしますねよろしくお願いします。顔見しませんからどうぞよろしくお願いします。プロデューサーよし吉久蔵さんああの人はね本当いい人本当優しい人でもちょっとおかしいねまあおかしい確かに本当にあの私あの本当に今年還暦なのね。 何よ知ってたでしょ私が還暦だってことをそれ今言わなくてもいいと思うで還暦なのね<ん>それでその還暦でね私なんかあの、やりたいと思ったのね<ん>そしたらさ夫の熊之助がさ CD でやろっつもんだからさ <laughs> 私頑張ってさ本当に奮い立たしたわけよ自分をわかる、うん、俺からすると、あのよし行くえっ あのおやじはね、うん、いいおやじ私は好きよ、うん、本当にあんたがいなかったら本当にあの人とねあのなんとかなりたいわそんなこと言えないよお前しょうがないじゃんくちゃん長い付き合いだから、うん、しょうがないのよ私やっぱりなんだかんだ言って熊ちゃんが好きだからさ <laughs>、ね、ごめんね本当にだからあのよしさん本当に ごめんなさい、こんな形で2人でデビューさせていただくことになって私本当感謝してます本当にもうクマは本当トダメなんだけど <laughs> すません私のこと好きだからしょうがないかなと思ってそれでは聴いてください「頭皮凍」ってう歌ですどうぞ 「あん<ー>」